シニックはアメリカ合衆国出身のプログレッシブメタルバンド。1987年結成。1994年に解散し、プログレッシブロック、プログレッシブメタルバンドのポータルが結成されるが、1996年にこちらも解散した。本項目ではこのバンドも解説する。2005年に再結成したが2015年に再び解散。 2017年にも再結成がなされた。1994年まではテクニカルデスメタルにも分類される音楽性であった。フランス・パリにて左ショーン右ポール2010年1993年のアルバムフォーカスではデスメタルとジャズフュージョンを高次元的に融合しテクニカルデスメタルというジャンルの一つの完成型を作り上げた。 デスボイスの他にもボコーダーを使用し、機械音声のようなボーカルが特徴で、宇宙的かつ、浮遊感のある、独特の世界観を持っている。メッシュガーなどの現在のプログレッシブメタルや、ビトウィン・ザ・バリード・アンド・ミーなどのカホティックコアの、ジャンル全体に、多大な影響を与えたバンドとしても知られる。1994年に、アルバム1枚を発表しただけで解散してしまう。 解散時に、フロントマンのトニー・ティー・ガーデンの代わりに、女性ボーカリストのアルーナ・エイブラムズが加入して、プログレッシブロック、プログレッシブメタルバンドのポータルが結成される。1995年にデモテープ、ポータルをリリースするが正式音源を残すことなく1996年に、解散した。2006年、再結成。2008年にファーストアルバムから15年ぶりの、 セカンドアルバムを発売。以降、ライブ活動などを積極的に行っていた。2015年9月10日、公式 Facebook 上で芸術的及び個人的な創意を理由に、再び解散していたことを発表。2017年に再結成。2018年1月15日、新曲、ヒューマノイドを発表、YouTube の公式チャンネルにアップロードした。ポールは、 影響を受けたギタリストとして、ジミー・ページ、ジョージ・ハリソン、デビッド・ギルモア、エリック・クラプトン、アラン・ホールズ・ワース、パッド・メセニー、ジョン・マクラフリン、フランク・ザッパ、ビル・フリゼール、スコット・ヘンダーソン、スティーブ・バイ、アントニオ・カルロス・ジョビン、アンドレス・セゴビアを挙げている。ポール・マスビダール2007年、ショーン・レイナーと2007年。ありがとうございます。